こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日はコメントいただいていましたので、コメント返信の動画をお送りしようと思います。高卒は金の卵というお話をした動画にですね、もう10日ほど前ですか、配信しているんですけれども、そちらの動画にいいコメントをいただきました。ありがとうございます。で、そのコメントなんですけれども、これが全文です。この動画に通じるような通じないような質問なのですが、大東亜帝国や、フランと言われる大学に勤めておられる大学教授や講師の方々はそう言われることに対して、まあ、そう言われるっていうのが、要は高卒は金の卵、まあ低ランクの大学に行くよりも高卒で就職した方が、もしかしたらいいんじゃないのということを言われるということなんでしょうね。で、そう言われることに対してどう思っていらっしゃるのでしょうか。ご自身の研究にはプライドを持って、やられているとは思うのですが、まあ私の想像で結構ですということなので、もう今日はあくまでも私の想像でお話をします。よろしくお願いいたしますというコメントいただきましてありがとうございます。励みになりますので、何かこんな形で話題を提供していただければ、私もですね、できる限りお話ししていこうと思います。で、もう私の想像なので、まあ、いいね悪いね、いろいろ評価はつくのかもしれないですけれども、私の、想像なので、あまり突っ込まれても困るのかなという前段を前置きしつつですね、私的にはこういうふうに考えているよというところです。大学経営と教授あるいは講師の方々、まあ、教えたり研究したりしている方々とは、まあ、分けて考えるべきだろうなというところを大前提に置くと、経営側にとって、まあ、理事長が一番トップになるんですかね、経営の、ね、ですので経営にとって重視する評価軸ってどういうことなのというと、まあ、収支ですよね。まあ、赤字を毎年垂れ流しているということでは困るので、まあ、収支を良くしていくということが、まあ、一つ大事なテーマになってくるんじゃないのかな。で、あとは大学の評価、当然収支を良くするためには大学の評価を、上げていかないと収支は良くならないよねというところで、大学の評価をどういうふうに上げていくのかというところになっていくのかなと思います。で、まあ、大学の評価と一口に言っても大きく2つに分けられるなというところで、まあ、学部生ですね、特に4年で卒業していく学部生の就職先の実績、これはよく見せたいよねというところ。で、研究実績、まあ、大学院等々に進んでくれて、そちらで研究を 進めていって、であるいは、まあ、准教授ですとか、助教ですとか、教授ですとか、そういったところまで頑張って研究を進めていってくれる学生というのが、増えていって、で、研究実績を上げていってくれるというのも、まあ、大学の評価の軸としてはあるのかなというところで、この2つを、まあ、大きな評価軸にしているんじゃないのかなというふうに思います。で、まあ、皆さん学部4年で卒業して就職するというのが、まあ、ほぼ大半ですので、そうすると、まあ、この方おっしゃられるように、ここですね、就職先の実績、ここばかりが目に行くんだと思うんですけれども、まあ、大学側としては、まあ、その裏に隠れている収支をちゃんと上げたいよねというところになってくるのかなというところです。で、教える側ですね、まあ、教授ですとか講師ですとか、という方々にとって重要視する評価軸って何って考えると、まあ、収支というよりも、こちら側だと思います。まあ、ご自分が研究している研究の実績、あるいは、その研究を引き継いでくれる、後継者の、育成ということになってくるんだと思うんですけれども、そうすると、学部4年で教えているということも、この後継者をどういうふうに育てていくかということになってくるんだと思うんですけれども、まあ文系理系でだいぶ違うのかもしれないですけれども、まあ、ほぼ全員に近い人数が、まあ、全体で見るとですね、研究者として残ることはなくて、大学4年、学部4年を卒業すると就職していくよということになると、こちらにはあまり、まあ、重きを置かずに、まあ、ご自分の研究実績、与えられた研究費の中でどういうふうに実績を積み上げていくのかというところが、まあ、主軸になっているのかなという気がしていますので、まあ、この方がおっしゃられるように、高卒の方がいいんじゃないのと言われてしまうような大学に勤めている
ていらっしゃる、大学教授や講師の方々というのは、まあそこにはあまり興味がないのかなという気がします。で、まあ言ってみればもう学生も大人ですので、まあそのまあ、学費、まあ、大体文系でも500万ぐらいかかりますけれども、学費を払って、この大学に来て学部という形で、まあ、その学問のですね、ほんの入り口だと思うんですね。学部4年で学ぶことというのは。ですのでほんの入り口だけ、学んで卒業していく。でそれがまあ、その学生にとって、価値があるものだと思うから入ってきたのだろうから、まあ、それに触らせてあげる、その研究なり学問なりに、触らせてあげる、まあ、本でいうところの最初の 1,2 ページ分ぐらいは教えてあげることができるよね。でさらに興味 があって、やる気があって、その研究者として進むのであれば、大学院に進んでね、まあ、就職してしまうんであれば、まあ、その入り口の、本でいうところの 1,2 ページを学んだところで就職していってね、まあ、あとはご自身の、それが、学費に見合うのか4年という時間をかけることに見合うのかはご自身で考えてねというところが、まあ、ある意味冷めた言い方かもしれないですけれども、教授陣の考えていることなんじゃないのかなと思います。でもう少し深く考えたところがこちらなんですけれども、まあ、修士の面で考えると、コスパのいい学生を多く集める方がいいよねということになってくるかと思います。で、どういうことかというと、コスパといってもいろいろあると思うんですが、まあ、金銭の話、修士の話ですので金銭の話で、例えば、まあ、私も卒業しましたけれども文学部ですとか、そういった形の人文系のところは、まあ、機材ですとか設備ですとかそういったものはあまり必要とせず、まあ教室があって先生がいて、で、授業が成り立てば、まあ、学生は、学ぶことができて、卒業していくよねということなので、まあ、コスパがいい学部ということになるかと思います。でコストのかかる学部学科も当然ありますので、まあ、理系で特に実験機材なんかを必要とするところ等々には、コストをかけなきゃならないよねということになるので、学費に多少の差はつけることはできたとしても、大幅に変えることはできないと思うので、なるべくコスパのいい学部で生徒学生を集めて、コストのかかる学部学科に再分配するという形を考えているんじゃないのかなと思います。で、当然コスパの良い学生たちが、就職実績をよく見せてくれるような形で、就職していってくれることによって、次の年度の学生を集めやすいよねということになってくるのかな。で、まあ、特にエフラン等々で行われていることですけれども、就職先の実績をよく見せるために、就職希望届を出させて、で出さない子は分母に入れずに、で就職が決まった子を分子に置いて就職率というのをなるべくよく見せるなんていう手法も取られているんじゃないのかなと思います。で、さらに今上でですね、浮いたお金を、研究費に資本投下するということで、資本投下をした結果この研究実績を少しでも良くしていくということで大学の評価を上げていく、そして、まあ、経営陣としては収支を良くすることで、教授陣としては研究実績を上げていって、論文をしっかり出していくで、社会貢献をしていくということを目標にしているんじゃないのかなというふうに思っています。で、研究側ですけれども研究実績を上げていくためにどうするのかというところですけれども、まあ、エフラン等々の、大学ですとこの後継者養成というところではなかなか厳しいので、他大学との連携ということで他大学からの、との連携する他大学と連携する中で研究実績を上げていくという工夫をしていくということなんじゃないのかなと思います。で、どこかにいい例がないのかなというところで例を一つ持ってきたんですけれども、東院横浜大学ですね。でこちらがまあ偏差値を見ていただくと、まあ、途中のところだけ持ってきたんですけれども、法学部法律系ですね、法律系が35ということですのでもうエフランスレスレというところです。で、近年、この東院横浜ですか横浜東院ですかが、
と力を入れているのが、医学系の工学系ですね。ですので生命医工ですとか臨床工学ですとか、そういったことの学部に力を入れているようですけれども、こちらも、あまり振るわずに偏差値的には35から 37.5 というところで、F ランに F ラン転落すれすれといったところです。で、スポーツ系も、35から、入試方式によっては40という数字がついていますけれども、こういった状況です。で、ただこちらがですね、立地が、横浜の緑区になるんですかね、というところで、東工大の鈴懸台キャンパスのすぐ近くというところで、立地を生かして東工大と連携をしている研究室がいくつか見られるようです。で、東工大より、東工大も研究費持ってるには持ってるんでしょうけれども、それよりも設備を充実させる分野を作ることによって、東工大の大学院生等々が、バスに乗るとちょこっと乗るだけで、行き来できるような距離感ですので、東工大の学生が、こちらの設備を使って、充実している設備を使って研究をして、で、東院横浜大の教授と一緒に研究発表という形で、論文を出しているようなところを見かけると、そういった形で共同研究ということで、実績を上げていくということで、こちらですね、研究実績での評価を上げていくなんていうことをやっているように見受けられます。ですので、こちら一番最初のこれですね、皆さん、学部4年で卒業して就職ということを前提に考えると、F ランに行ってどうするの、大東亜帝国に行ってどうするの、就職先の実績なんてこんなに悪いんでしょうというところにばかり目が行ってしまいますけれども、大学側としては、パン屋さんに例えると、コストがかからずじゃんじゃん作れる食パンを、なるべく買ってもらって、で、手間がかかって、あんこ炊いて手間をかけてやっとあんパンを作って、でもあんパンって1個300円というわけいかないので、せいぜい100円ぐらいで売らなきゃダメだよねというところで、コスパの悪い、要は研究の方ですね、のあんパンの方に資本投下をしているというところで、例えるならば学部4年で卒業して、就職先という道は、コスパのいい食パンばかりに目がいっているというところで、実は大学側としてはあんパンをどういうふうに、より良いアンパン、より美味しいアンパンを作るためにどうしたらいいのかというところになっているんじゃないのかなという気がしています。で、私的な結論ですけれども、こんなことが言えるよねというところで、コスパを気にして、要は受験勉強でなるべく勉強をせず、なるべく名の通った大学に入るというところが、生徒にとってのコスパなんでしょうけれども、コスパを気にして受験勉強をして受験をしていると、大学側にとってのコスパの良い学生になってしまって、それって結局良くも悪くも資本主義社会は弱肉強食社会ですので、コスパを気にしてブランドにばかり左右されて、入学した大学にとっては美味しい学生というか、そういった形で、あなたが納めた学費というのは誰かの、研究費になり、誰かの実績の、肥やしになっているだけですよということになっていくんじゃないのかなと、これは私の、意見ですので、あまり突っ込まれると困るんですけれども、私的にはこういうふうに見ていますので、ですので、コスパコスパという形で、勉強せずに名の通った大学という考え方は、結局のところ、ツケは後から回ってくるよねということにつながるんじゃないのかなと思っています。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。